ポーズ在学中に、電車に乗っていると湾内によく自衛隊の船が泊まっていました。そこでまあ興味を示し、入隊することになりました。はい、職種は給養員です。船で言いますと乗員の食事を、作り、提供するのが主な仕事となっています。美味しいご飯を作っております。はい、どの仕事をしてたとしてもきついこと辛いことはたくさんあると思います。ですが自衛隊、まあ船に乗るということはその分の仲間もいて、いい思い出は仲間と共有でき、辛い思い出辛いことはみんなで分散できるいい組織です。みんな待ってるぜで